何かしら。いい感じだわ。あら、ごめんなさい、ちょっと横になってもいい？最近少し寝不足なの。ええ、現実の仕事が忙しくてね。あ、だからって別に席を外さなくてもいいわよ。むしろあなたにはそばにいてほしいし。前にも言ったでしょ、人によっては誰かのぬくもりを感じながら寝た方が快適な睡眠になる場合もあるって。私もそういうタイプみたい。でもね、誰でもいいってわけじゃないわよ。信頼できる人がそばにいるってことが重要で。そうそう、だからそうして自然にそばにいてくれると助かるわ。もしくはいっそ抱き枕になってもらえると心地いいかも。また赤くなっちゃって。そんなに動揺しなくたっていいのに。私、現実でも抱き枕を使ってるのよ。寝る姿勢って仰向けが一番いいって言われてるけど、そんなの人それぞれよね。え？セリスカは寝ることについていろいろと調べてるみたいだけど、研究者なのかって？それは違うわよ、人から聞いただけ。それよりも話をそらさないで。私の抱き枕になってくれるんでしょ？ああ、逃げないでよ。